東大山形州内野手が24日に東京都内で開催されたプロ野球ドラフト会議サポーティドバイリポビタンデーで日本ハムにご位指名された超難関で知られる総大学院から初の指名となりファンは文武両道すぎるマジかエグいなと声が上がった山形は小中学時は国分寺リトル稲城シニアでプレー自己推薦で総大学院に進学し 一年秋からレギュラーになった。進学した総大では守備力が高く評価され、二年春から出場機会を得て同年秋に遊撃の定位置をつかんだ。今年の春季リーグで優勝に貢献し、ベストナインに選出された。今年は大学日本代表、侍ジャパンにも選出された。ここまでの東京六大学成績は60試合で打率27。279。 190打数53安打となっている。総大学院は全国屈指の難関校として知られ、学校情報ポータルサイト、みんなの高校情報によると偏差値75で全国9位にランクされている。1965年秋のドラフト試行後、総大学院出身選手が指名されるのは初めて。同校出身の元プロ野球選手は、 壮大を経て1957年オフに中日に入団した森通るだけだ。入団が決まれば、67年ぶりの快挙となる。難関校出身で大学入団時は無名だった22歳のドラフト指名。SNS には、素晴らしい、レベル凄す,すぎ、快挙ですね。将来はフロント入りか、レギュラー取ってください。勉強もスポーツもすごいな。 日本ハムに新しい風を吹かせてほしいとコメントが寄せられた。